はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。さあ本日もですね、アルティメットクソリッキーをねぶん回していきたいというふうに思っているんですが、今回のデッキ一番やべえです。やってることがもう完全に対話拒否となっておりまして、何をするかっていうと、遊戯王っていうゲームはですね、3種類のカードがあるんですよ。モンスターカード、それから魔法カード、それからトラップカードっていう、この3種類のカードがあるんですけれども、この3種類のカード全ての効果を無効化するゲロヤバデッキ作ってきたんで、こちらをね、分回していきたいと思っております。ルートの開拓、ソリティアルートなどは、うちの、メンバーシップメンバーの、モノコーラ大先生がね、結構頑張って考えてくださいまして、それを元にね分回していく形となっております。でですね、このデッキ最終的に何が出るかっていうと、まずですね、サイレントソードマンレベル7、これ通常召喚できないんですけども、サイレントソードマンレベル5の効果でのみ特殊召喚できる。このカードがモンスターゾーンに存在する限り、フィールドの魔法カードの効果は無効化されると。魔法カードが全て無効になります。例えば禁じられたひとしずきですとか、ライトニングストームだとか、あとハーピーの羽ぼうきといった、そういった強そうなマジックカードの効果全部無効になります。これホルスも似たような効果持ってるんだけど、ホルスっていうのはチェーンして無効にするんですよ。だからチェーンできないマジックトラップカードって無効に、できないんですけども、ホルスっていうのは。サイレントソードマンであればもう永続効果で無効にされるんで、もうそういったカードも全てケアできると。これが素晴らしい。で、もう一体、トラップカードの無効、これを、応急の遅れっていうね、このカード、これは魔法トラップゾーンにこのカードが存在する限り、このカード以外のフィールドの全てのトラップカードの効果が無効化できると。これは発動するだけなんです、難しくないですね。で、3つ目、モンスター効果。モンスター効果はこのモンスター、チュンリー王ザ・ビーストね、このモンスターをぶち込んで、こいつがいると、属性1つ宣言して、で、フィールドの全部の属性、全部のモンスターがその宣言した属性になって、宣言した属性の相手モンスターが攻撃できないし効果を発動できないという効果を持ってるんですよ。これをね、これでモンスターを縛りつけていく、はい、これは OCG の方では完全に禁止カードになってますんで、あれですわ、マスターデュエルでしか使えませんので存分に使っていきましょう。最終盤面、応急のオフレートラップ無効、サイレントソードマンレベル7で魔法無効で、神竜王ザ・ビーストでモンスター無効、はい、でこれで完璧です。もう何にも使えません相手は、はい。一応ね、ちょ抜け穴的にはザ・ビーストが一応フィールドで発動する効果が無効になるだけなので、墓地で発動する効果とか手札で発動する効果は無効には一応しないんですけれども、これはちょっとご容赦いただきたいっていう感じですね。で、なんとこの3体を出す、ギミックなんですが、ヒーローアライブ1枚でいきます。今言ったこの最強のモンスターとトラップカード3枚をなんと、ヒーローアライブ1枚から、正確にはレベルアップか、応急の遅れはどっちか素引きしないといけないので、一応2枚コンボなんですけども、どっちか引いてれば、遅れは最悪ね、トラップカードは別に無効にしなくてもいいかなと思うんで、環境的には、ちょっとエルドレッジとかきついですけども、ヒーローアライブと、遅れ、またはヒーローアライブとレベルアップがあれば、史上最強盤面ができるというね。ルートはね、対戦中にやってますんで、そっち見ていただければと思うんで、かなり複雑なソリティアとなっておりまして、これ普通に450秒ぐらいから持ち時間始まると思うんですけど、マスターデール、ソリティア、自分のソリティアが終わって時間見ると大体170秒ぐらいになってますね、残りだから450から、170になるので、自分のターンだけで280秒使うっていう。めちゃくちゃ迷惑なソリティアとなっております。良い子は真似しないように、デュエルスタンバイ。さあ、君には遊戯王がどういうゲームかということをお知らせして差し上げよう。ヒーローアライブを発動。遊戯王っていうのはどういうゲームかっていうことをね、君に教えて差し上げますよ。ハルラ投げなくてよかったんですか。さあ、エレメンタルヒーローエアーマンの効果を発動。デッキからヒーローモンスター1体を手札に加えることができる。うらら、いいでしょう。ではそのハルララは除外させてもろて。君には遊戯王というゲームが今からどういうゲームなのかということをお知らせし差し上げますからね。さあ、残念ながらビジョンヒーローバイオンは手札に加わってしまいましたね。そして
ビジョンヒーローバイオンを攻撃表示で召喚。バイオンの召喚成功時の効果を発動。このカードが召喚に成功した場合、デッキからヒーローモンスター相手を墓地に送ることができる。これによってバイオンも墓地に送らせてもらう。そしてバイオンのモンスター効果を発動。墓地からバイオンをゲームから除去し、融合魔法カードを1枚を手札に加えることができる。ちなみにこの融合に何の意味もない。ただ魔法カードであるということが大事。魔法カードであることによって、コストとしてね、稼がしていただきますよ。用途焚き水、これは装備する必要なかったらまあいいや。2体の戦術モンスターでリンク召喚。現れよ聖騎士の追走イゾルデ。ひょん。そしてイゾルデのリンク召喚成功時の効果がチェーン1。チェーン2、妖刀竹光の効果を発動。妖刀竹光は墓地を送られた場合、竹光マジックカードを1枚手札に加えることができる。そして俺竹光を手札に加え、そしてイゾルデの効果によりエアーマーをサーチ。さあ完全に準備は整ったと言っていこう。こっからちなみにソリティアクソ長えからよろしくな。こっからのソリティアマジでクソ長えから。ちなみに待ち時間、待ち時間ってか持ち時間今420ぐらいあるけどね、この420のうちまあおよそ250くらいは使うでしょうね。はい、こっからおよそ250秒ほど俺様のソリティアをお前は見せつけられることになるぜ。これが公開オナニーってやつよ。公開マスターベーション宣言。さあ残念ながらこの最強の装備魔法をモンスターに装備することによって墓地のゼピロスは墓地から蘇る。現れよ精鋭のゼピロス。ちなみに一応こんなデッキ真似しなくても、あ、真似するもんじゃないですけど、一応真似したいという方がいれば、一応ルート知りたければね、書いておきます、概要欄かなんかに。すごい文字量ですけどね、ルート一応書いておきましょう。さあそして2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。時知らずのデュガレス。時知らずのデュガレスの効果はオーバーレイユニットを使うと墓地のレベル4のモンスター1体を特殊召喚する代わりに、なんかあるね相手、なんか優先権が移るんだよなタイミング、なんかあんのかな。お前ここでなんか無限抱擁とかやめてくれ。墓地の終末の騎士の効果発動してもらうぜ。終末の騎士は特殊召喚に成功した場合、闇属性のモンスターをデッキから墓地に送るという効果を持っている。そしてイゾルデと時知らずのデュガレスでリンク召喚。現れよ、こっちか、リンク召喚。暴走召喚師アレイサー。ちなみにこの暴走召喚師に何の意味もない。こいつは魔法使い族であるということだけが重要。魔法使い族モンスターであることだけが重要。そうなんでかって、そうセレーネ君の素材になれるからさ。行け神聖魔法号セレーネ。セレーネがリンク召喚に成功した場合、墓地の魔法カードの数まで自身にカウンターを置くことができる。そしてカウンターを取り除くことによって墓地の魔法使い族モンスターを自身のリンク先となるリンク先に守備表示で特殊召喚できる。現れよ召喚僧サモンプリスト。そしてサモンプリストのモンスター効果発動。サモンプリストは手札からマジックカードを捨てることによりデッキからレベル4のモンスター一体を特殊召喚できる。もう一度再び現れよサモンプリスト。そしてサモンプリスト B の効果発動。サモンビースト B の効果によりマジックカードを墓地の振り、レベル4モンスター一体を特殊召喚できる。現れよレスキューフェレット。そしてレスキューフェレットのモンスター効果発動。レスキューフェレットは自身をリリースし、フィールドのリンクモンスターのリンク先にレベルが6となるようにモンスターを特殊召喚できる。現れよジェットシンクロン。現れよサイレントソードマンレベル5。そして神聖魔皇后セレネと、それからサモンプリスト、それからジェットシンクロンでリンク召喚。再び現れろ神聖魔皇后セレネ B。 そしてセレネ B のモンスター効果、墓地の魔法カードの数までカウンターを置くことができる。そしてこのカウンターを取り除くことによって墓地の魔法使い、また墓地または手札より魔法使いがモンスター相対を特殊召喚することができる。これにより神聖魔皇后セレーネの効果、もちろん特殊召喚するのはそうもう一度サーモンプリストだ。さあサモンプリスト再び現れろ。サモンプリスト過労死しちゃう。サモンプリストの効果、マジックカードを手札から墓地送りレベル4のモンスター相対を特殊召喚。現れよスクラップラプター。
そしてスクラップラプターは自身を破壊し、一度スクラップモンスターの召喚権を増やすことができる。そしてスクラップラプターが破壊された場合、デッキからスクラップモンスター相対を手札に加えることができる。スクラップキマイラー、そして増えた召喚権を使いスクラップキマイラーを召喚、スクラップキマイラーは召喚に成功した場合、もちろんスクラップモンスター相対を特殊召喚できる。現れよスクラップラプト。そしてフィールド上にはレベル4のモンスターが4体来るぞユーモン。俺はレベル4のモンスターが4体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れろ改ざん機ダランベルシアン。ダランベルシアンはエクシーズ召喚に成功した場合、素材をすべて取り除き、ありとあらゆる最強の効果を使える。4つ取り除くことによって好きなマジックトラップカードを1枚デッキから手札に加えという効果を持っている。これによりレベルアップを手札に加えさせてもらうぜ。そして手札よりマジックカードレベルアップを発送。レベルアップの効果によりサイレントソードマンレベル5をレベル7へとレベルアップさせる。あらえよサイレントソードマンレベル7。これによりこれ以降フィールド上の全てのマジックカードの効果は無効化される。そして神聖魔皇后セレーネとダランベルシアンでリンク召喚、現れよトロイメオフェリックス。ちなみになんでこんなことをしてるかというと、今ここまでの流れがサイレントソードマンレベル7を確定で出せるルートです。はい。ヒーローアライブからサイレントソードマンレベル7を出そうとすると、このクソみたいなめんどくせえルートを一応絡めることによって確定で出せます。はい。確定でレベル7が出るというコンボ。そしてハリファイバーの効果発動。ハリファイバーはリンク召喚に成功した場合、レベル3以下のチューナーモンスター相対を手札デッキから特殊召喚できる。もちろんこれで特殊召喚させてもらうのは文房具001。そして文房具001とハリファイバーの2体でリンク召喚サーキットコンバイン、現れよ俺たちの未来を導く未来回路幻獣機アイローラドン。そしてアイローラドンがリンク召喚に成功した場合、トークンが3体生成される。ちなみにこの効果の発動後ターン終了まで自分はリンク召喚をすることはできない。大丈夫、俺はもうあとシンクロ召喚とエキシス召喚しかしない。そして機械族モンスターが同時に2体特殊召喚されたため、文房具001は墓地より特殊召喚。そして幻獣機アイローラドンのモンスター効果発動、フィールド上のモンスター2体をリリースすることによりデッキから幻獣機モンスター1体を特殊召喚できる。現れよ幻獣機オライオン。そしてレベル3の幻獣機トークンにレベル2の幻獣機オライオンをチューニング、シンクロ召喚ガーデンローズメイデン。そしてガーデンローズメイデンにレベル1の文房具001もその前に幻獣機オライオンの効果も発動する。幻獣機オライオンは墓地を置かれた場合トークンも生成する。そしてレベル5のガーデンローズメイデンにレベル1の文房具001をチューニング、シンクロ召喚レベル6コーラルドラゴン。そしてレベル3の幻獣機トークンにレベル6のコーラルドラゴンをチューニング、シンクロ召喚、あらわらろ気学流アーケティス。アーケティスの効果がチェーン1、コーラルドラゴンの効果がチェーン2、どっちでもいいんだけどチェーンはこの2つのモンスターの効果によりめちゃくちゃいっぱいカードをドローするぜ。カードを2枚ドローさせてもらおう。そして墓地のガーデンローズメイデンは恐るべき効果を持っている。ガーデンローズメイデンは墓地から除外することにより墓地のドラゴン族シンクロモンスター1体を特殊召喚できる。ガーデンローズメイデンを除外し現れよコーラルドラゴン。そしてレベル3の幻獣機トークンにレベル6のコーラルドラゴンをチューニング、シンクロ召喚電脳解雇シェンシェン。そして場にはレベル9のモンスターが2体。残念だったな、これが世界の終末ってやつだ。俺は2体のモンスターでエクシーズ召喚、レベル9が2体、世界が終わったようだな。現れろ新竜王ザ・ビーストそして謎のカードを1枚セット。さあターンを終了だ、お前のターンだ。さあワメイケ絶望、底知れぬ絶望の口に沈め、新竜王ザ・ビーストの効果発動。ザ・ビーストはオーバーレイユニットを1つ使い、このターン相手のモンスターが全て闇属性になり、フィールド上のモンスターが全て闇属性になり、闇属性モンスターの効果は発動できない。
そして真理王ザ・ビーストは発動できないだけではなく、なんと攻撃することさえもできない。残念だったなこいつがモンスター効果を完全封鎖する最強モンスター。そして隣にはサイレントソードマンレベル7がいるため、なんと禁じられた雫やらね、冥王結界派やら、そういったカードの効果も全て無効化される。残念だったな。モンスターをセットすることくらいしかやることないだろう。そしてこれでリバースカードオープン、大きいのくれ。これによりトラップカードは無効、よってお前のフィールド上の全ての効果、モンスター効果、そして魔法カードの効果、そしてトラップカードの効果は全て無効となるちょっとこれいきなりバトルフェーズにかけなきゃいけないっていうのはちょっとめんどくさいんですね。これ若干弱いところ、いけサイレントソードマンレベル7でアタック。そして VFD でダイレクトアタック。これちょっとバトルフェーズいかないといけないっていうのはちょっと弱点ですね、このデッキの。さあメインフェーズ2で一応動かしてもらおう。メインフェーズ2によりモンスターを一応展開しておこう。これバトルフェーズに行く効果なければね、なんとかなったんですけどね、はい、このターンで削りきるってことができたんですけども、一応のいろんな、ルート開拓して、この VFD、サイレントソードマンレベル7応急の遅れっていうこの盤面を作ったら、ちょっとですね、バトルフェーズ入らなくなっちゃったっていう、バトルフェーズしか入らなくなっちゃったっていう、ちょっと若干のその、バグみたいなのが起きてるんですけども、まあ一応開始のターンでもう一回 VFD 使いますんで。さあスクラップラプターを攻撃表示で召喚ちょっとアライブボー意味なかった、なんま意味ないなこれも、まあ、一応出しといてエンドするしとくしかないかあんまり関係なかったのこれ。さあお前のターンだよ。残念ながらまたドローフェーズに VFD の効果は発動させてもらうぜ。 VFD の効果はそう、真理王ザ・ビーストの効果によりお前のフィールド上のモンスターすべて闇属性になり、闇属性モンスターは効果を発動できず攻撃することができない。残念だったなぁ残念でしたね、悔しいでしょうね。トリビアフェリックスはこれ読書館されたモンスターだけでしたっけ。まあじゃあしょうがない、普通に殴るしかないか。サイレントソードマンレベル5出すか。サイレントソードマンレベル5をシンプルにアドバンス召喚してやるぜ。俺はスクラップラプターをリリースし、サイレントソードマンレベル5を特殊召喚、アドバンス召喚、そしてバトルフェイザー。さあ残機の用意はできているか。悔しいでしょうね。魔法カードもモンスター効果もトラップカードも使えずに悔しいでしょうね。シェンシェンの効果は発動しておこう。シェンシェンは攻撃宣言時除外されているモンスター一体を墓地に戻すという最強の効果を持っている。これでガーデンローズメイデンを墓地に戻し、またコーラルドラゴンを墓地から特殊召喚できる。じゃあなクソデッキだなこれ。さあその伏せカードはなんだ、発動してみろ。おらおらボケかハ少年よこれが絶望だヒーローアライブが来ないと何もできない。あヒーローアライブ来た、やったヒーローアライブ来ないと何もできないからさ、このデッキ先行取られるとちょっとめんどくさいんですよね。バイオン、なるほどな、なんか同じような動きしてんじゃん。シャドウミストいいだろ、なかなか強そうな反動してるじゃねえか。ディアボリックかい、ほうなるほど、やばいぞ、これなかなか相手もソリティアしてきそうな、なんかあれだな動きだな、はい、で融合を出ないといけないけど、なるほど。そして融合の効果はいいだろう、融合の効果でディアボリックガイトあれか、あー出たアナザーディアボリック引いてろ、アナザーは引いてろ、デッドリー以外オーケーいいだろう、はい、でディアボリックガイの効果、ディアボリックガイを出てくる、レベル6が2体来るぞ。あ違った、リンクショーかこれ、イゾルデですか、なるほどね、ちょガチでソリティア投げこれ相手もそこそこソリティア投げぞ、やべえソリティア VS ソリティアみたいになってる。レスキューフェレット効果、なるほど、フェレットで文房具001、はあ、
ウィッチクラフトジェニーは、処刑人マキュラわからんわからんなあそれでっけわからんわからんわからんハリラドンやめてちょっとなんか似たようなデッキだななんかソリティアはすごいぞソリティアのがすごいあいつもかなりデュエルタクティクスは高いこれで幻獣機オライオンを特殊感かやばい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 こと起きてるやばめちゃめちゃドローするやんこれでトークンと文房具001で古神クトグアなるほどでライブラリアンの効果で1枚ドローからの、トークンと文房具ではいクトグアなるほどめちゃめちゃドローするやん手札の数やばいね何してんだこいつ古神クトグアからのデュガレスはいなるほどデュガレス効果はい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 ヌトスほーんでヌトス効果なんだっけ一旦一度自分のインフェーズにあモンスター特殊召喚できるみたいな効果あったねそういえばセプタースローねセップスローまだドローすんのお前ドローしすぎだろやばいだろどんだけドローすんだこいつやばクソやべえじゃんテクダ何枚やんだよおかしいだろアドバンテージやばいやばいやばい椅子めっちゃ出てきた椅子めっちゃ出すやん椅子めっちゃ出すやんやばこれ何大きいこれこれでもまあ一応あいつは3体以上のなんか素材にしかできないみたいなあダランベルシアンやばダランベルシアン効果ほうでレベル4体素材にしたからなんか好きな魔法トラップ持ってくるみたいな効果ですかこれもしかしてやべえそのダランベルシアンの効果をお前も使いこなしているとはななかなかやりよるほうああなのでヌタス破壊して1枚ドローねはいセプターの方がですねこれはい破壊して何を持ってくるんだ何を持ってくるウィッチクラフトコラボレーション何何悪夢の拷問部屋何悪夢の拷問部屋いやちょっとやばいやばいやばいなんかやばそうゼロ式魔道具サイキだとなーにやばいかもしれねえ相手の手札は1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚まずい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 ことが起きたバカな死ぬ助けてー助けてートエトートエトートエトえ耐えたんだけどおいてめえお前300ライフ残ってるぞ俺おい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 は残していいのか殺すぞお前これはちょっとやり返してやるかソリティアをあいつもクッソなげソルティアを見せつけてきやがったからなこっちもクッソなげソルティアを見回してやるぜクッソなげソルティアをな大丈夫だサイレントソードマンの効果で相手のフィールド上のカードは無効に魔法カードとかね無効にあるしそしてトロイミアフェニックスを絡めれば相手の、ゼロシマド粉砕機は破壊できる来ている完全に勝ったマジで分からせよマジで分からせるいや本当に許さないからなマジでお前はお前のことは絶対に許さねえ俺はブラックフェザー精鋭のゼプロスの効果を発動精鋭のゼプロスの効果を発動精鋭のゼプロスの効果を発動精鋭のゼプロスの効果で墓地から特殊召喚えあええー